ニスファンの皆さん、こんにちは。ワールドビッグテニス、今週はモントリオールで行われました女子のカナディアンオープン、エバーとサバティーニの一戦をお楽しみいただきます。解説はおなじみ元手配監督住友経験の渡辺浩二です。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。サバティーニ、今年3勝を挙げています。 US オープンで初めて四大トーナメント決勝まで行ったんですが、そうですね、ちょっとグラフに届かなかったね。まあグラフには勝ってたんですけどもね、あの今年の成績ではね、やっぱり大事なところでちょっとグラフのシュートが出ましたね。ベテランのクリス・エバーと7月30日でしたか、アンディ・ミルシと結婚式を挙げた。そうですね、だいぶ盛大だったやつですけど、はい、100人ほど呼んでやられたやつですね。そういったものっていうのは、例えばこうプレーの面で、あるいは精神的な安定感ですとか集中力とか、いい影響を与えるものでしょうか。まあ人によって違うんでしょうけども、まあ大体はやっぱりいい影響でしょうね。まあ心の落ち着きといいますかね、はい、そんなのが出てくるでしょうから。さあ、手前クリス・エバーと向こう側ガブリエラ・サバティーニです。正確にはクリス・エバーとミルということになりますか。そうですね。立ち上がり第1セットの第1ゲームです。この前の週バージニアスリムスのロサンゼルス大会で、この両者は決勝で顔を合わせまして、この時はエバートが勝っています。ここまで通算でエバートの6勝1敗。それから今年初めからまあ、昨年からですか、これから、はい、サバティーニはサーブの改造にずっと取り組んできたようですけれども、この試合ではどうかって一つのポイントかなという気もするんですが。そうですね、まあしかしエバートに対してどこまでそのサーブでエースを取りにいけるかどうかっていうと、出して疑問ですね。あまりにサーブばっかりにこう注力してしまいますとね、あとのグランドストロークがちょっとおろそかになる時があるんですよね。ああ、なるほど。ですからまあできるだけまあ 70% とは言いませんけど 85% ぐらいのスピードでやっぱり安定的に入れていくのが一つのポイントになるでしょうね。いいラリーが続いています。レバントが振ります。ここはスライスで浅くなりました。ネットを取ります。あー、見事。バックハンドもなかったですね、その前の鋭角のやつ、はい、そうですね、あれだけがまあちょっと勝負をしたような球ですよね、ここ、はい、この辺がね、これですか、はい、非常に鋭角。ここはもうこのボールは全く無理せずに自然流で打っていってエースを取ってますよね、はい、おーいっぱいに入ってます。あれを打たせる展開にしてはいけないわけですね。そうですね、まあしかしこの2人は、まあ、サバティーニがどんどんガンガン、まあ、ラケットを振り回しながら打ってきますよね、はい、エバーとはやっぱりちょっとこうゆっくりのスイングで、できればゆっくりボールを打ちたいところでしょうね、速いボールを打ちますとサバティーニの速いボールが返ってきますから、はい、この辺ちょっと騙し合いの感じのところもありますね。わずかにフォアハンドアウトです。早いボールを早く返すっていうのはまあそんなに難しいことじゃないんですけども、はい、相手の早いボールをゆっくり返すっていうのは難しいんですよね。エバートはしかしそれができますからね、はい、そこがやっぱり老快なんて言ったら叱られるでしょうけどもベテランらしい試合運びが見られますね。バックハンドネットです。結局立ち上がり第1セットの第1ゲーム、サバティーニサービスをキープしました。
とエバートといいますと本当にベテラン健在という感じがするんですが、ユーソー君がその準決勝をクラスと当たることになってたんですけれども、ビール製の胃炎ですか。そうですね、それで結局棄権してしまいましたね。そうですね、はい、まあ、非常に残念だったですね、まあ、突然に いよいよまあエバートがこれからあのグラフがこれからトップのね、はい、正念場に差し掛かろうという時だったですからね、やっぱりエバートグラフの対戦は見たかったですよね、はい、ベテランのね意地を見たいところだったんですが、必ず意地を見せてくれますもんね、はい、バックハンドネットです。第1セットラインキープしてサバチーニ 2-1 から第1セットの第4ゲームに入っています。しかもこの US オープンのこのカナダオープンは直前ということで、しかも同じサーフェースということで、はい、大事な前哨戦ですね。そうですね、この辺で調子を、まあ優勝しなくてもいいんですけどね、はい、上がり上り調子であると、はい、いうことを選手はみんな確認したいでしょうね、はい、スライスでつなぎます。ストレート懸命に返す、ちょっと浅いか、スマッシュ決まりました。一つのサバティーニのパターンですね。そうですね、まあとにかく相手を振って振って、はい、でやっぱりネットが出てきてまとめですね、はい、しかしあの US オープンではかなりネットネットでしたね。そうですね、まあ積極的だったですね、はい、ダブルフォルトです。15-30。それからこの会場であるモントリオール、はい、ここではあの審判のコールがフランス語と英語両方ですね。そうですね、珍しいですよね、はい、まあ、2つフランスなんてのは絶対フランス語だけですよね、はい、あとドイツイタリアが飲料法のコールだったでしょうかね。そう、ドイツも、まあ、まあ両方やるときもありますけど原則的に母国語ですよね、はい、スライスでつなぎます。サバチーニ大きなトップスピンです。試合ですね。試合ですね。やっぱり仕掛けたくなるんですよね。こうなりますとね。相手をこれで一回振って、もう一回あそこへ振って、次ストレートと、はい、エバートは考えたんでしょうけども、そう仕掛けて仕掛けていくと、だんだんボールの落下点はラインに近づいてくるんですね。そうすると紙一重のところでいいのと、まあミスショットが背中合わせになってるということになりますからね。はい、15-40ブレークポイントになりました。ストレート、わずかにアウト。第4ゲームエバート落としました。これで第1セットサバティに 3-1 となっています。プレイヤーズチャレンジカナディアンオープンの準決勝をご紹介しています。サバティーニとクリス・エバート、第1セットサバティーニが 4-1 として第6ゲームです。これはアウトです。それからのこのカナダオープン毎年そうなんですが、
周りのあの観覧席、はい、なんか綺麗なレイアウトですね。そうですね、これ名物ですね、はい、他の大会でこれほど綺麗に観客席を飾ってるところはあんまりないですよね。ないですね、まあこのタバコ会社の、はい、タバコのケースのカラーをこれに使ってるんですね。あ、なるほど、15オール。今の鳥さん、いいですね。いいですね。なんとなくあのフォームから見てますと、そう速いサーブではないだろうと、はい、いう予測と実際のボールのスピードがちょっと違うんでしょうね、はい、ぐっとこう伸びてきてますよね。これいっぱい入ってるようです。ネットを取ります。サバティーニバックボレー、追いついた。これも追いついたぞ。あー、ミラクだ。素晴らしいプレーでした。そう、互いによく取ってますね。そうですね、このサバティーニのこのボレーよく届きましたけどね、はい、まだ相手の方が上でした。はい、18歳のサバティーニ、そして今年の12月には34歳になるクリス・エバート。落としました。ロアガラアキです。タッチキーがあれだけこう跳ね上がるとやっぱりちょっとこの対応も厳しくなってきますね。そうですね、ちょっと泳ぎながら打ってますよね、はい、こうやっぱりエバートも体が伸びきったところで打たされてる感じがします。厳しいヤッククロス、いっぱいに入ってます。うまく逃げますね。そう、本当そうですね。さあ、ネットを取った。バックボレー入りました。この辺の繰り返しはうまいですね。本当にうまいですね、配球がね。今のなんかやっぱり若い人だったらあれもっとハードヒットしたくなるでしょうね、はい、ここへ来たらクロスへドーンと打ちたいですよね。あんな相手ですから ね、 そ、 ね、それをスッと一番安全で一番効果的なショットを打つんですから、はい、さあエバートキープしてサバチンの 4-2 第セット第7ゲームです。オンライン。ゼロゲーム。さあ現在ワンサービスダウンのクリス・エバート。この辺で一つ返したいところです。しかしこれもオンライン。そうですね。エバートが非常にこう左右前後にこううまく揺さぶりをかけてるのかなという感じもするんですが、そうですね、ちょっとやっぱりスピード抜いてコーナーを狙ってるように思うんですね。ですからサバティーニのこの足のリズムがですね、ちょっとまだ合ってないんですね。ははですからもっとドーンと普通の思い通りのスピードで打ったらサバティーニの足っていうのはもっと動くと思うんですけど、はい、意外なゆっくりボールだなということで、ボールに合わせますとどうしても足っていうのは止まるんですよね、はい、この辺でちょっとあと一歩届いてないのがその辺の表れだろうと思うんですけど、逆にエバートがうまくこう合わないようにしてると合わないように外してるんですね。15-30
サバティーニ 4-2、 現在エバートがワンサービスダウン、第7ゲームです。先ほどからこの中ロブ使いますね。すごいタップスピンですね。かなり後ろに下がってます。むしろこうグランドスマッシュに近い感じですね。そうですね。ストレート繋ぎます。浅くなった、ネット取る、うん、またロブだ。あー、はい、バックボレーネットです。ドリングでしたね、あそこは。配球の妙ですね、この辺は。打てるボールをロブ上げるんですね。そうですね。どうしてもサバチーニからすればクロスでストーンと来られるかもしれないと。どうしても一歩前へ詰めてクロス警戒しますから、ね。はい、そうすると今度はまたロブの上げるところが憎いですよね。バック側へ行きますからね。ちゃんと上げてきます、さあ 15-40 ネットイン。もう一回ロブ入ってます。おお、入った。いやー、すごいことをやりますね。エバートのあの見事なロブ、そして、ね、お、はい、ね、あと僕はそこから帰るんですね。ちょっとジャッジしたんですかね、エバートもね。エバートもね、ちょっとドキッとして面食らった部分があるんでしょうか。まあ、面食らってどうせこのショット出るだろうと、そういうことでやっぱりジャッジしたんだと思いますけどね。それがいっぱいに入りました。エースになりました。しかし 30-40、 もう一つブレイクポイントあります。散らします、サバチーニ。この辺はちょっとスピードが乗ってますね、ボールに。はい、あ、外しましたか。うん、ここは打ってきました。うん、バックハンドアウトです。第7ゲーム、エバート、サバチーニのサービスをブレイクしました。これで第1セット、サバチーニ 4-3 です。とサバチーニの 4-1 からエバートが3ゲームを連取してフォールイーブン、そしてその後第9ゲームサバチーニがキープしました。サバチーニ 5-4 から第10ゲームです。しかしエバートのこの配球といいますか、プレイスメントの良さ、はい、見せてくれますね。そうですね。まあ本当に徹底したその作戦で来てますからね。はい、で4インチからをまた追いつくわけですからね。はい、サバティーニとしてもちょっとでも息を抜いたらすぐ食いつかれますからね。はい、エバートほどやっぱり飛びこぼしの少ない人もいないですよね。そうですね。この人に勝つのは本当に並大抵じゃないですよね。若い人にとっては。ですからサーブにしてもすごく強くはないんだけど、もうコーナーいっぱいのところにちゃんと入れてくる。そうですね。それと割にこう山をかけさせないですよね。はい、緩いんですけども散ってるんですね、はい、ボールが。15オール、これもコーナーのいいところに入っています。ご覧のようにあまりガンガンエバート打ってきません。中ロブをうまく交えています。こうだんだんスピードが速くなって、あ、今度ははい、サバティーニの方がちょっと中ロブ行きました、ね。はい、おー、すごい厳しい。これはあれは厳しいところに来ましたね。見事なバックハンドでした。あの深いところ一発打っといてからあそこで攻め受け効きますよね。そうですね。サバティーニならではのショットでした。
1530。これはちょっと押されたんでしょうか。サンティオールです。打っていきます。サバティーニ、これは痛いですね。これは珍しいエラーですよね、はい、この一番大きな時にちょっとシンプルなエラーが出ましたね、はい、1340セットポイントになりました。深いボールです。迂闊には前に出られませんからね。そうですね。あーっとこれが長すぎた。最後ちょっと今トラスからぬ2本連続ですよね。結局第1セット、まずガブレーラ・サバティーニが 6-4 で取りました。この続きは来週お届けすることにいたします。エバートのベテランの味、来週も期待したいと思います。さて渡辺さん、US オープンが終わりました。はい、ステフィー・グラフですが見事年間グランドスラムを達成しました。そうですね。いや本当強かったですね。サバティーニがちょっと抵抗したというのにとどまったぐらいで、強敵な初勝利でしたね。女子ではコノリー、コート、はい、続いて18年ぶり、3人目ということになりますけれども、なんかもうちょっと他の選手と差がついたのかなという感じさえしたんですが、何年連続グランドスラムを続けるかというの方が今度は対象になってきましたね。そうですね。しかし他の選手だってね、サバティーニ始めて待ってはいないでしょうから、ね、そりゃそうですよね。ちょっと今は手がつけられないですね。そういう強さですね、まあ、それでまたサバティーニあたりがどういうふうにこう、あるいはまた作戦を変えて挑んでくるというのも今後の楽しみになるかと思います。そうですね。一方今年4大トーナメントを見ますと全部スウェーデンでした。そうですね。女子がドイツ、はい、男子がスウェーデン、完全にこうヨーロッパへ舞台を移しましたね。そうですね、まあ、このウィンブルドンがエドベリー初優勝で、その後は3つともフィランデルですか。そうですね、はい、いやしかしスウェーデンも大したもんですね、まあ、完全にこのエドベリーとフィランデルとはい、テニスは違うんですけどね、それで世界の4つ全部を制するわけですからね。しかしここに来てアガシをはじめちょっとアメリカ勢が、はい、アクリックシュタインがね、あの優勝頑張りましたけども、アメリカ勢が頑張らなきゃいけませんね。アガシが救世主になりそうですね。そうですね、その辺の動向も非常に楽しみです。渡辺恋さんでした。ありがとうございました。失礼しました。いつも一番いいメジアの提供でお送りしました。一番いいものを明治屋の提供でお送りします。試合は
少女の体から3リットルの汗を奪う。テニスで失う水はテニスで取り返す。マイスポーツドリンクテニス。こんにちは皆さん、ワールドビッグテニス、カナディアンオープンの女子の準決勝、クリス・エバーとガブリエラ・サバティン、先週に引き続きお伝えします。解説はおなじみ渡辺光さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。第1セットはサバティンが 6-4 で取ったんですけれども、はい、そのサバティンのバックハンドと、それともう一つエバーとの駆け引きっていうんでしょうか、背景の目を、ね、これが面白いですね。面白いですね。まあ、これからも、ね、どういう、第1セットは本当に単純な一番大きなところだと、ミス2本、エバートらしからぬエラーがあったんですけど、まあ、セカンドセット、このペースはやっぱり続けると思いますけどね、あの2本さえなければまだまだいけたという作戦上の失敗はないと思ってるでしょうか。ですからサバティンが好きなようにフォアもバックもガンガン打ってるという感じありませんもんね。なかなか気持ちよく打たせてもらえないという感じですね。ですからサバティーニはちょっとフラストレーション溜まってるんじゃないですかね。なるほど。さあ第2セットどういう展開になるでしょうか。いきなりフォアハンド。エバートのファーストサーブの確率が高いですね。ただちょっとエラーが多いですね。そうですね、はい、この辺が、まあ、エバートらしからぬところ 6-4 というスコアになって現れたのかもしれませんが、さあ第2セット最初のゲームサバティーニがキープして第2ゲームからです。こうなると意地のような感じもですね。いいバックハンドです。これはチャンス。もうサバティーに諦めました。見事なバックハンドでした。エバート突然来るんですよね。あの鋭角の割にハードショットがね、はい、それまでこう緩いボールをいくつかあるだけに、そうですね、余計効果的なんでしょうか。今のなんかも打つとは思えないところから打ってきますからね。サーティーラブです。ポールの上を飛んでないんじゃないですかね、今のボールは。ポールの外から回ってきたような感じですけどね。サイドラインから 2-3 メートル、あるいはもっとでしょうか。これもインファースト入りました。浅くなった。逆をついてエースを取りました。ラブゲームで第2ゲームエバート取りました。完璧ですね。いい気持ちでしょうね、エバート、こういう時はね。こう相手に満足に打たさないで、はい、こっちが打ちたい時だけ打ってエースを取るなんてのは最高の気分ですよね。逆にサバティーニはますますこう溜まってきますね、イライラが。第2セット1ノール、第3ゲームです。ここでサバティーニはめいってきちゃいけないんですよね、はい、フレッシュな気持ちで常に行かないと。これはアウトになりました。アルゼンチンのサバティーニ18歳、対するエバート、現在33歳、12月で34歳になります。これはいいファーストが入りました。トランゼロ30番。
サバティーニは3月、今年の3月に初めて、はい、エバートに勝ったんですね。そうですね。この時間でもお伝えしたバージニアスリムスのフロリダ大会でした。そうですね、はい。その時はこの準決勝でエバート、決勝でグラフを破って優勝してるんです。そうですね。ケロンゼロ。両者のここまでの対戦はエバートが6勝1敗。このカナディアンオープンの前の週、ロサンゼルスで決勝で対戦してエバートが勝っています。逆をついた。なんかサバティーニ動けませんでしたね。サバティーニなんか山かけてますね。山かけてるんですか今のはね。はあ、ちょっともうストレートだろうということで、なぜ山をかけなきゃならないのか、はい、それほど威力があるボールをエバートが打ってるわけではないんですけども、はい、出た。わずかにアウト。サーバンドゴレでしたね今度は。そうですね、この試合初めてサバティーニがサーブ&ボレーを見せました。山をかけたりサーブ&ボレーに出たりというのはちょっと心の乱れといいますかね、はい、忍耐の限界がちょっと来ているという感じがしますけども、ここが正念場ですね、はい、しかし負けてるわけではありませんからね。第1セットは 6-4 でサバチーニ、第2セットは1ノールです。現在第3ゲーム、ネットイン。エバート戻ってきます。1つつなぎました。エバートがネットを取ります。スライスでドロップボレー、追いついた。アウトです。見事な攻めでした、エバート。諦めましたね、かなりね。実にデリケートなショットですけど。そうですね。しかし何かこのゲーム見てますと、ずっとサバティーに押されっぱなしなのかなという感じがしますね。そうですよね。さあ、40ラブからデュースになりました。Sabatini, game warning. 警告ですか。あ、警告取られましたね。一緒に時間をオーバーしてしまった。時間オーバーですね。はい、終わってから30秒以内にサーブしなきゃいけないんですね。ええ、あ、すでに決勝進出を決めているソビエトのズベレワが見ています。Yes. ちょっとそちらに行ってる間にポイントが終わってしまいました。アドバンテージをサバチーニが取りました。なんかエバートが不服そうですけどね、いやサーブがギリギリフォルトのような感じだったのかもしれません。ちょっとコールが遅かったですね。そうですね、セーバーとスライスでつなぎます。ネット取る。ターン落としてグランドスマッシュ。決まった。エバートはいい攻めを見せてますね。本当に円熟の配球ですよね。とサバティーニイライラしてるようです。スマッシュなんかもドーンと決められるとスキッてするんですけど、はい、いいと嫌なところへスーッとグランドスマッシュでやられますとね。
から足が動かなくなるんですね、はい、あのスピードですとね。うまい、わずかにアウトのようです。しかし厳しいところ狙ってきますね。そうですね、うん、さあまたアドバンテージを取りましたガブリエラ・サバティーニ。第2セットの第3ゲームです。ちょっとこのサービスゲーム苦労しています。サバティーニ、エバートがあまり緩いボールを使わなくなりました。そうですね、ちょっと今打ってますね、はい。うん、ジャストアウトです。サバチーニが400キープですね。そうですね、落としたでしょうね。落としても同様な、ね、展開だったんですが、これで第2セットサバチーニ 2-1 です。オープン準決勝エバート対サバチーニ、第2セット互いにサービスをキープして3オール、第7ゲームに入っています。それから渡辺さん、先ほどからエバートがあの中ロブとかあまりちょっとこう使わなくなったんですけれども、はい、あの辺はちょっとこう作戦を変えてきてるんでしょうか。変える必要はないと思うんですけども、はい、なんとなく今度はエバートがサバティーニのペースに知らず知らずのうちに乗ってきてるというか、そういう感じもありますね。ああそうですか、勝負ワンポイントワンポイントに集中しすぎると今度全体木を見て森を見るという、はい、そういうことにもなりかねないですから、そういうちょっと心境じゃないですかね。すごいボレーですねドライブボレーでサーティーラブ、わずかにアウト。サイに振りました。サバティーニのバックハンドがスライスが今度は多くなってますよね。その分スライスで、ね、で繋ぐわけですか。そうですね、ちょっと立場を今逆転してる感じですね。エバートが打ち、サバティーニがスライスで繋ぐ。そうですね、トップスピンです。特にこのバックの両手は嫌でしょうね、あれだけ。そうですね、ここはエバートも注目で、ライジングボールです。はい、いいラインです。しかしこれだけの打ち合い、フットワーク、かなり体力も消耗するでしょうね。そうですね、あんなにコートの外まで追い出されるわけですからね。引いたんです。そのサーブがあまり確率も良くないんですけれども、はい、まだあのトスアップするタイミングの時にテイクバックが早くしましたよね。早いですね。まだもう一つ自分のものになってないんでしょうか。そう、いや、やっぱりあのテイクバックを早くするという方で、やっぱり安定性を求めてるわけですから、はい、そ
それを完成させようとしてるんじゃないでしょうか。あ、なるほど。アプローチ逆をついた、入りました。ちょっと浅かったですかね。そうですか、うん、先ほどからサバティが時々ネットプレーを見せています。何かエバートもちょっとこう間を取ってるというか休んでるのかなという感じもしますが、セット3オールからデュース、ネットに出てきたロングボレー、返せません。いいセーブでしたね、今のは。積極的ですね、はい。まあ、やっぱりあのエバートの逃げを、はい、ほっといたらやっぱり逃がしますからね、はい。逃げを捕まえて攻撃するっていうのがいいパターンですよね。アドバンテージを取りました。ファーストが入った、うん、おー、これはいいサーブでした。第7ゲームサバティーニサービスをキープしました。これはナイスサーブです。これで第2セットサバティーニ 4-3 としています。カナディアンオープン女子準決勝、エバート対グラフ、エバート対サバティーニ。第2セットの第8ゲームです。一旦オン、今のは、まあ、足元には帰ってきたんですけれども、ちょっとタイミング狂ってましたね、はい。ちょっとスイングが早すぎました。第1セット 6-4 でサバチーニ、第2セットサバチーニ 4-3 とリードしての第8ゲームです。そうですね、あのロブをバウンドさせたら、はい、完全にエバート立ち直りますからね、はい。一旦落とそうなんてこう素振りがちょっと見えましたけどね、はい。しかしもっとああいう攻めをしていれば、あるいはもっともっと早い機会にこのサバチーニペースになったのかもしれませんかね。 そうですね、それは言えますね、うん。アウトです。さあ、そういった意味ではこれからが勝負ということになってきますが、この辺でその US オープンに向けてのサバティーニがエバートに当たった時はこの作戦でやっぱり行こうかなんていうことを固めてるんじゃないですかね、うん。あ、なるほどね。ロブで逃げてきたら前に行ってボレーをすると、はい、このパターンで行こうと、こういう感じですよね、うん。さあ、それに対してベテランエバートは今度はどういうこう配球をしてきますか。ダブルフォルトです。これは痛いですね。痛いですね。15-14 になりました。第2セットここまで全てサービスキープできています。アウトです。第8ゲームエバート落としました。第2セットサバチーニ 5-3。 ちょっとエバートらしくなかったですね。らしくないですね。まあ、第1セットのね 5-4 の 30 オールから日本のミス、はい。今のダブルフォールトとその次のミス、はい、本当勝敗の分けるのは長い試合の中でも何本かですからね。あそこだということがね、よくありますから。さあ、第9ゲームです。
落としてロブ、お、入ってます。これは一旦落として、うわ大きくアウト、ハンドスマッシュいらなかったですね。そうですね、やっぱりちょっとここはいくらなんでもこれはちょっとロブが高すぎますよね、はい、あんなに上を向いてたらちょっと方向感覚がちょっと悪くなったですか ね、 あね、まともに当たってるんですけど、はい、とんでもないところを狙ってた感じですから。リターンネットです。ですからここ数年のコーエバーとずっと見てまして、はい、その配球の妙だとか、緩急の付け方、実にうまいなっていう感じがするんですけれども、はい、やはりここ数年ああいったあれっていうのがこう、そうですね、目立つような気がしますね。そうですね、うまい、あー惜しいアウトだ。これも積極的だったですね。そうですね、13-15 ファースト入りました。ちょっと中ロボを使ってきました。エバート、これでマッチポイントです。エバートがちょっと辛抱たまらないんですかね、今ね仕掛けてますからね。サービスエース、最後はサービスエースでした。6-4、6-3でサバチームがエバートを下して決勝進出を果たしました。そしてベテランの見事、それをこう最後積極的なね、ネットの詰めとかで、サバチームもいいプレー見せました。そうですね、まあこれでエバートに対する勝ち方はだいぶ確信をつかんできたんじゃないですかね。エバートの方はあれで失敗したからこの次はこうしようという、またもう今頃作戦考えてるかもしれませんけどね。これで結局決勝はサバチーニズベレワになりました。この模様は来週お届けすることにいたします。さて渡辺さん、はい、1924